こんにちは昭和改装今回は年5月この雑誌をね見ながら当時を懐かしんでみたいと思います。と思って下読みをしておりましたらとんでもない記事見つけちゃいましてとりあえず冒頭をそこからねやっていきたいなというふうに思っています。で今日付き合ってくれるねがんはマルシンの最新のねモデルガン金属モデルガンですね、えー、まさにですね。 この形でこの GO の雑誌のピンナップを飾っています。もちろんピンナップの中は実銃ですけれどもね、これはモデルガンということです。えー、マガジンの向きもこうです。このまま刺す向きになってなくて、まあ、この辺りがね、フューチャーされるような形になっております、えー。それではですね、今回のね、大発見、これはね、二次規制を経験した人にはね、えー、っていうような。 えー、記事が出ていますこれ私ね全くノーマークでしたね当時ね信じちゃってたかもしれないこういうものですやっぱりね皆さんの時間というものをね有効に使っていただきたいんでここねもうじらさずに冒頭ここの話をしちゃいましょうこういう記事が出ておりますはいこれはね、えー、この雑誌の編集部の方が えー、書いていいてる記事ですねはい、ちょっとびっくりしたのはですねこの二次規制についてですねある予測を立ててるんですねこの時点ではいこの二次規制というのは今までとほぼ同じ今度の法改正ではモデルガンを改造して悪用した場合罪が重くなるということが主眼であってはい SM マークつまり重心分離型の 金属音これは安心して所持できるので今まで通りに所持できますとここには書かれていますそして近いうちに総理不礼が発表になった場合新聞などでも報道されますので皆さんも注意して見ておいてくださいということですはいどうでしょうあの以前からですねこの「昭和改装」で、まあ、この専門誌 取り上げてきていろいろといぶかしく思ってたんですけれども規制についてなんかこうスタンス緩いよねと思っていたんですよ。まあ、背景にはこういうことがあったんですね。これが例えば当時これ七十七年五月の雑誌ですから発売されたのは七十七年の三月ぐらいだと思います。ですから七十七年の二月の段階で年末の二次規制の内容はそういうふうに例えば業界などに対してね。 えー、立法府側から説明があったんでしょうかって感じですよね。だとしたら立法府側の完全な騙し打ち裏切りですよねえ例えばね、えー、こういうモデルガンを作るとして、まあ、金型部材そういったものっていうのは、まあ、基本的にはま仕込みとかっていうんですけれどもかなり前から調達しておくわけですよね。年末になっってて規制があっても 重心分離型のオートが製造できるんだと思えばそりりゃ作まますすすよよよねねね仕込みますよ、ね、っていことですよ、ねはい、それともですねこの業界側つまりこの雑誌を含めた業界側が勝手に希望的観測を持ってしまっていたのかこの辺りねちょっとよくわからない部分ってあるんですけれども私はでも少なくともこの頃ってもうだってモデルガン愛好家協会が騒いでましたから。 この今雑誌に出てるような今まで通りに SM マークのものが安心ですなんていうね認識はなかったはずですよ。これはどういうことなんでしょうかというのが今回一番びっくりした点でございました。はい。じゃあね、えー、いつも通り広告の方をたどっていきたいと思います。はい、まずこれですね。ね。ピンアップの裏、ね、はい。 国際産業ですね国際産業株式会社時代の、はい、金属製のオートマグボーン出ましたねそれと、えー、ピースメーカーのねプラスチック版ですねでここにですねこのピースメーカーはテレビのコマーシャルで国本圭一が使っているのと全く同じものです書かれているわけですよね国本圭一さんのガンプレイの、はい、コマーシャル記憶にございますでしょうか何か私はうっすらね よような気がすするんですよねただあんまり確かなことは言えないしもうこの頃うちにはビデオデッキはありませんのではい確証はありませんそしてマルシン相変わらずですねマルシンはもうジュニアガンシリーズとかね多彩ですねでちょっと見るとねこのチーフがねやっぱりなかなか形がんいいぞみたいな感じで。 正直言ってこの頃ね、ごめんなさいね、マルシンさんのチーフなんて見向きもしなかったですよ。ごめんなさい。お仕事したな。はい、そしてね、えー、次は我らが CMC ね。これが先ほど述べたことですよね。ここでニューモデルで出してるわけですけれども、まあ、もしね本当にね、これも規制されないと二次規制でもこのモデルは生き残るんだということだから、それは本気でありますよね。 本当その辺りどうだったんでしょうねいや私はやっぱり知っていたようだって私ってか私以外の人でもあの愛好家協会が出してた赤い本あるじゃないですかあそこにその詳細は書かれていたはずですよねでこういうね重心分離型のオー吐が全廃されるっていうことでなければあんなに騒がなかったはずですもんねなんかこの雑誌のこの編集の人ちょっとなんか大丈夫 っていう気もします、ねまあわからないんでねその辺りな何の意図であの記事を書かれたのかがねなんかすごいいろんなうがった見方をしちゃうなこれは宍戸城さんの方ですかね宍戸城さん一時期ねはいあのー、国際専属モデルっていうことでね中年になった宍戸城さんがねあのー ウェスタンルックに身を包んでねやってましたよね、はい、いやこんなねあの動画をアップしなければね、えー、さっきの記事なんかぶち当たらなかったですね完全にあの記憶にはなかったです社記事を作ろう計画ですね実際できたかどうかすごく興味ありますね そうやって楽しまれていた方がいたということだけでね結構なんか慰めにはなるんですけれどもねはいでえー、っとねガンショップっていうかあのオールドウエストガンルームっていうねアメリカの古いね銃が集められたアメリカのショップの、えー、記事広告記事がありましてその中でもね「ガンコントロール」って話題が出てますねつまりアメリカの銃規制ですねこれはこのあと50年経ってね今でもやっぱり揉めていますよね 手の代用でも買えますって、ね、以前もお話ししましたけど切手でねいろんなものを買いましたね当時ははいもったいないことしたなっていう結構記念切手なんかもねガバッと使っちゃったりしてねもう子供の時はやっぱ欲しいものがあるとね、はい、もう完全にねえー、瞬別しますからね <laughs> 大事なものっていうのをね今これが欲しいんだったら切手のコレクションはどうでもいいやみたいになっちゃったりするんでね あそうだ今度切手のコレクションの動画でも作らせてもらおうかな許されるのかな切手って <laughs> あんまり見たことないなあの「東海道53次」シリーズなんかねいい絵のやつがいっぱいありますからねカメラでググッとアップにしてねはいスリングショットもうやっぱりねもう本当にスリングショットな長いですねえー、その後ですね アメリカの警察官の射撃の実力はということで夜間コンバットシューティングの、はい、記事が載っていますモノクロですけれどもかっこいいですねさあ出ましたウェロックさんですね毎回毎回ねはい微妙に違ったレイアウトねいつも申し上げる通り好きな人が作ってるっていう広告ですね ままたたた出たよ新製品っていうウェロク坊やがねはい M 級に <laughs> 並べちゃいましたね <laughs> ねはいこの中で何が欲しいだろうな M1 カービンかなねそれとねやっぱりこういうねなかなかねこの女性がポンと出てるね広告って少なかったですからね 当時の厨房たちからねド、えー、キッとされたと思いますはいそれからねあのー、拳銃学入門はね、えー、モーゼルですねだけどモーゼルなのになぜかねルガーが出てたりしますねあいいのかいいのかそれでねはいモーゼル社もね走ってたもねはいそれからねこれですねはいヤングで人気のって書いてないのかな残念ながらちょっと見当たらないなこっちの向き もうあのお店の名前がヤングレックスさんですからね、はい、当然対象はヤングですねこの,このお姉さんなんかちょっといいですねはい、えー、今おいくつぐらいでしょうか私よりちょっと上だと見受けますんで60代半ばぐらいでねお元気だといいんですけどね、えー、とそれからモデルガンダイジェストではねコルトパイソンとねダイヤモンドバッグ特集されていますダイヤモンドバッグねはい ダイヤモンドバッグは国際と CMC が共作っていう感じでしたよね CMC の方が先だったと思いますけれどもね私は CMC のやつを愛用しておりました、ね、え田中さんあたり早くねダイ,ヤモンドダ,ダイヤモンドバッグ出してくれないかなと思いますねほら出ましたはいヤングに人気のあるものばかりねはいあんまり今私の周りでこれもっとこの手のものを持ってる、まあ、むちゃくちゃこれ範囲守備範囲広いですよね電卓8桁 ね、3,500円今なら電卓100均で買えますからね、はい、最初うちの父親があの納税用に電子計算機ってのを買ってきた時にねすごい机の半分ぐらいの大きさのやつでしたからねあのレシートみたいに計算結果打ち出すやつでねディスプレイなんてあの頃ないですからね非常にね 驚きましたね。でもあの便利さはね随分遊ばせてもらいました足し算かけ算やってねこれいいですね効果買い入れちょっと待って効果買い入れますってう部んですかこれ「で、入んないのかなねえ銃刀法違反の品はおたりします当然ですねはいこの辺りは古式銃ってことでよろしいんですかね なんかね年取ったら私こういう子式重好きになるかなと思ってたんですけどねあんまりいまだに興味は湧かないですねはい、まあ、あと小さい広告いっぱいあるんですけれどもえ例えばえー、っとそうですねコレナガアームズさんのやつ拝見しましょうかねこんな感じです微妙にね迷子違うんですよねこの 6件のねシングルアクションアミンのやつに関してはずっと同じですけれどもねそれからビッグガンねこれは CMC のね M29 なんかもね出てますね、はい、やっぱりあのガンベルトなんかね本当はね ちょっっっと贅沢しててていいいものを買っておけばよかったななんて思いますね私は CMC 製のやつをずっとね持ってたんですけれどもねどこ行っちゃあっ思い出しましたはいねあげちゃいましたね友達にね今思うともったいないことしたな仕方なかったんですねやっぱ記念に何かあげちゃうっていうことはよくあることなんでね はいそれで最後の方になるとさっきのねあの規制でそのまま SM モデル持てますみたいなやつがあって、まあ、最後はね実銃の広告がね出ていてそれとボーガンですね,、はい、ね結構な距離でこう競技やられてたんですねはいということでね77年5月のね衝撃のね えー、広告広告っていうか本詞記事ですねあれはねを見ていただきました他のねあのー、広告はいつも通り平和なものなんですけれども本当にあのね、えー、認識二次規制こんな感じですよっていうものに関してどういうふうに思われていたのか、はい、謎ですね お話ししながら思い出したんですけれどもね本当にそんなレベルの規制だったらあんなに大騒ぎしなかったはずなんでね我々署名集めたりなんだりでね真実のところははどううだったんでしょうかね、はい当時ねその整合性についてねはっきりとお知識をお持ちの方はねあのコメント欄にね書いていただけるとありがたいですけれどもあの憶測は結構でございます。はいということで昭和・改装今回は二次規制前。はい 1977年5月号の雑誌の広告をたどってみました。ではまた